エドワード・ウィリアム・ブルック3世は、アメリカの政治家、法律家、マサチューセッツ州県事総長、連邦上院議員、アフリカ系アメリカ人として初めて一般投票で選出された上院議員である。所属政党は、共和党。1919年、ワシントン DC で生まれる、アフリカ系のために設けられた名門大学、 ワシントン DC のハワード大学を1941年に卒業した。第二次世界大戦中は陸軍隊員として従軍。戦後、ボストン大学ロースクールを終了し、放送会に入る。1961年から1962年にかけてボストン市の財務委員会の委員長を務め、政界に関わる。1962年には、 マサチューセッツ州検事総長に選出され、1964年に再選される。州検事総長として、ブルックは組織犯罪の撲滅に力を尽くし、犯罪組織の弱体化に成功、名声を得た。1966年に上院議員選挙に立候補し、民主党候補を下して、当選を果たす。彼はアフリカ系アメリカ人として、 初めて一般投票で選出された人物であり、南北戦争後の再建期以降初のアフリカ系上院議員である。彼の後アフリカ系として選出されたのは、キャロル・モスリー、ブラウン、バラック・オバマに関する諮問委員会のメンバーに選ばれるなど、検事総長時代の経験を活かした。いわゆる、ロックフェラー・リパブリカンと呼ばれる、共和党内の左派。 恩恵派に属しており、ニクソン政権の経済政策、外交政策には概ね賛同するものの、社会政策を中心に政権に反発することもしばしばであった。最も顕著な例は、大統領の指名した最高裁判事、ハロルド・カーズウェルの承認に反対票を投じたことである。ちなみにカーズウェルの承認自体も民主党と共和党の一部議員により阻まれた。 1972年には共和党大会における基調演説者となり、また62%対34%の大差で再選された。だが2期目に彼は自身の離婚問題を抱え、この問題は継続的に広く報道された。その結果彼は後半な支持を失い、1978年の改選の際には、 民主党のポール・ソーンガス会議員に55%対45%で敗れた。上院議員を引退後は低所得者向けの住宅の問題に取り組んだ。2002年9月には自身が乳がんにかかっていることを公表し、男性の乳がんに対する社会の認知を高める活動を精力的に展開していた。2004年にはブッシュ大統領より文民にとって 最高の栄誉である大統領自由勲章を授かった。2015年1月3日、老衰のためフロリダ州の自宅で死去。95歳を打つ。イーブルック氏が死去米国人発の選出上院議員日本経済新聞2015年1月4日。ありがとうございます。